ハーリド・マシャールはパレスチナの政治家である。ハマース党首だったアブドゥル・アジーズ・イコール・ランが2004年に死去して以降はマシャールが同党の党首を務めた。加えて同党シリア部局の指導者でもある。ハーリド・ミシャールやハーリド・マシュアルと表記されることもある。1987年にハマースが設立されて以降、 ハマースのクウェート部局の指導者を務めるようになった。マシャールは1991年にクウェートからヨルダンへと移動した。1999年8月にハマースヨルダン部局から除名されて以降2001年にシリアの首都ダマスカスへと移動するまでカタールで生活していた。シリア内戦が起きたため2012年にカタールへと再び転居することとなった。 ラマンラー北部の村シルワードで生まれた。1967年に第3次中東戦争が起きるまでシルワード小学校に通っていた。戦争以降、経済的な事情により彼の父は一家でクウェートへと移住した。マシャールは1971年にムスリム同胞団に参加した。クウェート大学で物理学の学士号を得て卒業した。 クウェート大学滞在中、マシャールは1977年にパレスチナ学生連合の選挙においてイスラームの正義の指導者に就任した。イスラームの正義の基本的な活動はムスリム同胞団の一部としてパレスチナイスラーム運動を行うことだった。ガプス選挙の取り消しが行われると、マシャールは1980年にパレスチナ学生イスラーム同盟を設立した。 マシャールは1978年から1984年までクウェートで教師をしていた。彼は1980年に結婚し、4男3女を設けた。1983年、パレスチナのイスラーム運動家がアラブ地域で会議を行った。ヨルダン川西岸地区やガザ地区、様々なアラブ地域のパレスチナ難民から大議員が集まってきた。 この会議はハマースの創設に向けた重要な一歩となった。マシャールはパレスチナのイスラーム運動を開始するプロジェクトの指導的立場に立つこととなった。1984年以降、彼はプロジェクトにかかりきりで仕事をすることとなった。マシャールは1991年に湾岸戦争が起きるまでクウェートに住んでいた。イラクがクウェートに侵攻すると彼はヨルダンに移住し、 ハマースに直接勤務するようになる。彼はハマースのメンバーとなり、1996年にはハマースの党首となった。1997年9月25日、マシャールはイスラエル首相、ベンヤミン・ネタニヤフの命を受けたイスラエル、情報特務長により暗殺の標的とされた。これは1997年にエルサレムの市場で起きた自爆テロへの報復として、 計画されたものであった。暗殺が計画された時点で、マシャールは、ハマースヨルダン部局の指導者と考えられていた。モサトの実行者二人は、カナダの偽造パスポートで、マシャールが居住していたヨルダンに入国していた。モサトの二人は、アンマンにあるハマースの事務所の入り口で待ち伏せを、行っていた。マシャールが事務所に入ろうとすると、二人のうちの一人が、背後から襲いかかり左耳に、 速攻性の毒を注ぎ込もうとした。暗殺工作チームは合計8人でイスラエル人実行犯2人組は逃走したが、通りかかったハマースメンバーに追跡、確保されてヨルダン当局に引き渡され、逮捕された。事件後すぐにヨルダンのフセイン一世はネタニヤフに下毒罪を要求し、実行しない場合外交関係を断絶し、 イスラエル長報特務徴用員を抑留すると脅した。最初ネタニヤフは拒否していたが、事件が政治的な重要性を帯びるにつれ、アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンが介入し、ネタニヤフ首相に犯人引き渡しを行うよう強要した。モサトの指導者であったダニー・やトゥームは、首相の命を受けてヨルダンに飛び、マシャールに対する下毒剤を提供した。しかし、 マシャールが昏睡状態で入院したキングフセインメディカルセンターのドクターはすでに同じナローキソンゲ毒剤を手にしておりアンタゴニスト投薬後マシャールの経過を観察しているところであった暗殺工作チームのうち4人が逃げ込んだザイアンマンのイスラエル大使館をヨルダン当局が包囲したマシャールが意識不明に陥るとヨルダン政府はイスラエルとの平和条約破棄も示唆して 毒物の化学式なども提供する、両要求。ネタニヤフは当初拒否したが、クリントン米大統領の圧力もあって応じた。下毒剤は彼の命を救った。事件後、マシャールは雑誌サードデーに以下のように語った。イスラエルによる脅威は二つの反応を生む。ある人々は怯え躊躇するが、他の人々は挑戦し、断固として戦う。 私は後者の一人だった。イスラエル政府とヨルダンは囚人交換の交渉を行ったことを否定しているが、ハマースの精神的指導者のアフマドヤーシーンは、イスラエルから終身刑を宣告されていたにもかかわらず監禁から解放された。イスラエル情報特務長は、ヨルダン当局から解放された後すぐに、イスラエルへと出国した。後に、 より大人数のパレスチナとヨルダンの囚人は、イスラエルにより解放された。1999年、ハマースはヨルダンを追い出された。ヨルダン国王アブドゥッター2世は、ハマースを、イスラエルとヨルダンの平和協定を乱す、非合法行為を、ヨルダンで行っているとして非難した。同じ年、ヨルダンはイランからヨルダンへと到着したマシャールや、ムーサー・ムハンマド・アブー・マルズーク。 その他5人を含むハマース幹部を逮捕した。彼らはその武装や法的問題などからヨルダンにより非合法組織とみなされた。マシャールはヨルダンから追放され拠点をカタールへと変更することとなった。2001年彼はシリアのダマスカスに移住した。2012年2月シリア騒乱が激化するとマシャールはシリアを離れ再びカタールへと拠点を移した。 ハマースは、シリアの立場からは距離を置いており、ダマスカスの事務所を閉鎖した。その後すぐに、マシャールは、シリア国営テレビに停戦主張を思わせる発言を、するなどシリア反体制派のサポートを表明した。この間、彼は、ドーハとカイロで活動していた。2012年12月、イスラエルとハマース間における、防衛の柱作戦と休戦協定に続いて、 マシャールは自身が37年間追放されていたガザ地区を訪問すると表明した。マシャールは元パレスチナ自治政府議長ヤーセル・アラファート批判の急戦法でありイスラエルとの急戦協定を結ぶ趣旨の指令書を拒否してきた。マシャールはアフマドヤーシーンと共にこの方針の背後に大きな力が働いていると考えていた。しかし、 マシャールは2004年11月12日にカイロで行われたアラファートの葬式に出席した。2006年1月29日、ハマースが立法評議会選挙において驚異的な対象を収めると、マシャールはハマースは武装解除に関して何の計画も持たないと述べた。彼はハマースはパレスチナうちの合意に基づいてパレスチナの武器を統一し、 他国の攻撃から自国民を守るため独立国家のような軍を創設する準備ができていると宣言した。その後、2006年2月13日にマシャールは、もし、イスラエルが1967年以前の国境線へと戻しパレスチナ人の帰還の権利を認めるならばハマースは、イスラエルに対する武装闘争をやめると宣言した。 2006年7月31日のロイターによるインタビューの中でマシャールはレバノンとパレスチナ問題を切り離そうとするすべての組織に警告した。彼は2008年3月5日に行われたあるジャジーラ英語版のインタビューの中でもこのスタンスを崩しておらず2005年のカイロ宣言やパレスチナ囚人文書にハマースが調印したことを引用した上で あらゆる拒否に対し戦うと発言した。2008年3月30日に行われたスカイニュースのインタビューの中でマシャールはハマースはイスラエルを認定していないと述べイスラエルの罪に対するパレスチナの抵抗運動であると主張するハマースの自爆テロをサポートした。元アメリカ合衆国大統領のジミー・カーターは2008年4月21日にマシャールと会談し 国民投票において、パレスチナの人々の批准を得た場合、ヨルダンガー西岸地区とガザ地区におけるハマースによるパレスチナ国の創設を受け入れることで合意した。ハマースは、その後、もし、イスラエルが1967年の国境線に戻しすべてのパレスチナ難民に帰還の権利を認めるならば10年の休戦期間を設けると発表した。イスラエルは、この発表に対して、 何の反応も示さなかった。2008年5月27日、マシャールはイランの最高指導者であるアリー・ハーメネイート・テヘランで会談し以下のように述べた。パレスチナ国はあらゆる圧力に対して抵抗を続ける。いかなる環境下においてもジハードを止めることはない。ハマースはこの発言は中東カルテットにより促進されてきた。 平和への道筋を意識したものではないというのもイスラエルは平和への道筋に対する現地を取ったわけではないためだ。ハマースはイスラエルの治安維持のためだけに真の主権を持たないパレスチナを設立することを拒否する。マシャールは捉えたイスラエル兵士ギリアド・シャリートを1000人のイスラエル国内のパレスチナ囚人と交換する条件で囚人交換の交渉を行っていた。 シャリートは南ガザ地区付近にあるイスラエル国内の村ケレムシャローム付近のトンネルを利用してガザ地区外へと不法侵入してきたハマースを含むパレスチナ民兵組織により捕らえられた。2006年7月10日、マシャールはイスラエル囚人に関する厳しい見解を発表し、シャリートは捕虜であり囚人取引を要求すると述べた。2008年6月18日、 イスラエルは公式には2008年6月19日に始めたハマースとの二国間の停戦を表明した。エジプトのカイロで行われた仲裁人による二国間の談話の中で3位が示された。休戦協定の一環としてイスラエルはガザ地区の境界をまたぐ商業活動の制限を緩和することを発表し、暫定的な和平交渉のいかなる打破をも禁じるとした。 ハマースはシャリートの解放について議論することをほのめかした。しかし、2008年7月29日、パレスチナ自治政府大統領のマフムード・アッバースは、シャリートと引き換えに、パレスチナ議会の40人のハマースのメンバーを解放する案に強く反対すると発表した。2009年10月2日、 20人のパレスチナ囚人の交換が行われた後、ハーリド・マシャールはより多くの兵士を捕らえることを誓った。2011年10月18日、シャリートは1027人のパレスチナの囚人と引き換えにイスラエルへと解放された。2010年、イギリスの雑誌ニュース・テイツマンは、マシャールを2010年度世界で影響力のあった50人の18位に選出した。 2012年2月、シリア騒乱の規模が大きくなるにつれて、マシャールはシリアを離れ再び、カタールへと移住した。しばらくした後、彼はシリア反体制派をサポートすることを表明した。2012年、彼は、ハマース設立25周年大会のため初めて、ガザ地区を訪問した。マシャールは2012年12月7日に初めて、ガザ地区を訪問し、 ハマース設立25周年大会のため4日、滞在した。エジプトやガザ地区のラファフにも訪問した。マシャールは地面にひざまずいて、礼拝を行い、彼が受け入れられたことに対して、感激の涙を流した。マシャールは、自身のガザ地区訪問を、3度目の誕生と表現し、私たち政治家は、ガザ地区の人々に借りがあると述べて、人々の喝采を浴びた。 ガザ地区訪問の最初の日に、ガザを訪問した後、マシャールは暗殺されたハマースの創設者、アフマド・ヤシーンの家やハマースの軍事部門幹部で、訪問前月に、イスラエルの攻撃により暗殺されたアフマド・アルジャーバリーの家などを訪問した。パレスチナの核派閥の指導者やイスラエルに投獄もしくは、暗殺されたパレスチナ人の家族と一緒に訪問する過程で、彼は次のように述べた。 パレスチナの国家の約束は皆の責任のもとにあるものだ。これに賛成しないものは宗教的、論理的に正しくない。我々を弱めるだけである。何万人もの参加者が参加して、ハマースの25周年大会がガザ市の立場広場で開催された後、マシャールは武装抵抗はパレスチナ人が自身の権利や自由を獲得するための正しい道筋であると述べた。 彼は歴史的なパレスチナのすべての部分を認定されるための運動を行うことを改めて表明した。また、パレスチナはその川から海まで北から南まで我々の土地であり1センチメートルたりとも譲ることは決してないと述べた。しかし、彼は同時に外交がパレスチナの大義を助けるという彼の信念に加え抵抗運動と共に必要とされていた。 国際連合におけるパレスチナ国の国際的な認定の成功に導いたパレスチナ大統領マフムード・アッパースをサポートすると表明した。ガザ地区の訪問の後、マシャールはガザ地区とヨルダンガー西岸地区は大パレスチナ祖国の2つの親愛なる部分であると述べパレスチナ内における和解が重要であったと強調した。2017年5月6日に開催された。 マジュリス・アルシューラーにて、当主から退任することが決定。公認には、イスマー・イール・ハニーヤが選出された。ありがとうございます。